皆さんこんにちは。今この公園で紅葉満開、太陽光もいっぱい、緑も非常に綺麗の、実際この場所は春、桜の花も満開です。そういうこそ、春は桜、秋は紅葉、これは公園の、もし話は本当の素晴らしいところ。でも誰かこういうようなの綺麗なものは作って、なぜ宇宙そのルール通りで運営してます。私たちの人間はなぜ固有の環境の中に進化、ずっと発展、今まで、実際はこっち宇宙のルール、中国の文化の中にどうというところも言えます。でもこういう宇宙のルールは私たち認識はできますか？私たち分かられますか？当然分かられます。実際はこういうの宇宙の道は私たちの心に、心から認識はできます。心から心に移します。だから私たち、もしいつでも心の修行はしたら、だんだん自然に認識はできます。こういう認識の宇宙のルールは分かったら、世の中のたくさんのことは自分は自然に理解できます。そのルールに従って、もし私の行動は指導したら、私たちの行動は必ずいいの結果、今でも将来でも1000年後でも証明、正しいの行動は大体も言えます。実際は紅葉の、紅葉、桜、緑、光、あるいは私たちの人間はみんな生物のものとしては、みんな一回世の中に来て、それぞれ自分の使命はあります。自分の任務、自分の責任、せっかくですから、もしルールの通りで私たち生きて、自分の人生をこういう形で終わったら、多分素晴らしいでしょう。でもどういうふうに私たち固有の宇宙のルールは認識して、あるいはあなたの心を表す、これは実際は少林寺の気候。なぜなら少林寺の気候は、みんな実際私たち動作は練習したら、実際は私たちの体の経絡等で内臓全体、細胞までは動かす。でも呼吸、あるいはイメージしたら、そうするとさらに内面の方の細胞神経、あるいは色深い細かいところも
みんな一緒に動きます。体のだけじゃなくて心も一緒に動きます。鍛えれます。そうすると自分の体は実際はその認識の上に実際また外部の自分の周りの環境と一緒になる。また自分の全体の地球、宇宙全体は一つなります。こういう一つになると当然に全体の宇宙から自分の細胞まではみんなも認識はできます。その表面からだんだん深いところも認識はできます。そういうようなにだん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 宇宙のルール、自分の心の深いところ、あるいは根本のことも自分は認識はできます。こういうのを言いたい認識を表すと、実際言葉としては悟ります。そういう状態になると、あなたの行動は必ず宇宙のルールと一緒。そうすると、いろいろなことは成功になります。千年後でも証明は正しいの行動はできます。だからあなたはどういう仕事でも必ず成功になります。自分自身もあなたの体、心、五臓六腑、経脈、特に気と精神の精、精神の心、みんなは元気、健康、一つになります。この状態になると、あなたはもう病気にならない。なぜなら、人間体は、気は、もし、よく流れなければ、あるいは私たち、もし、自分の心は、宇宙のルール解放性は分からなければ、必ず、どこのところに詰まっています。悩んでいます。これを悩んだら、気も固まります。なぜ？血液は気の母親、栄養を提供して、でも気は血液のリーダー、エンジンです。血液は気は血液。よく流せます。だから、でも気はあなたの心から動かします。心の状態は気の状態も決めます。だから、もし悩むの状態、そうすると必ず一つのところに固まる。だから気はもう一つの固まる。注意学は、これは気血。団結の血。あれは気体。そういう状態になると、血液はもう弱くて、よく流れれます。ない。
血液よく流れなければ血行循環は良くない。そうすると新陳代謝は良くない。新陳代謝良くなければみんないろいろ組織あるいは体の器官はだん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 弱くなります。そのバランスも崩れます。中医学陰は陰と陽、表と理、肝と熱、実と虚、みんなバランスは悪くなります。バランスは悪くなると病気になります。だから私たち健康のために心を解放する自由自在レベルアップのためにも私たちもしよく少林寺気功の練習して同時に心と体と気と精神の精と精神の心と一緒に鍛えて一緒にレベルアップすれば根本的に自分の心と体の問題あるいは自分と宇宙地球周りの環境あるいは仕事人間関係いろいろの問題は自然に解決する。ぜひ少林寺気功は皆さんの人生の仲間人生に役に立つ。せっかく一回世の中に来てぜひ少林寺気功を利用して私たち皆さんの人生を生かせましょう。